みんな社長になるとお金いっぱいになると、あああれ車買った家大きいする、私は全部こっちに持ってってる。この機械だけでも3300万円。1000万円。これ5000万するよ。1000万円。これ一番精密や。2台。これもう1000万円する。これ2000万円する。2000万。いや、あの説明するときは、はいはい、成功の、成功じゃないか、あの時計の成功、日本人のデザイナーの精工也考、他们是进入中国最早的日本眼镜工、他这个里面的是纯白的，黄铜的，黄铜的，对，经过一次注塑以后再进行二次注塑，日本那边基本不绿，但是我们以前认为它是钛的。鳴るのは鳴るけど遅い、ものすごく遅い。有一家公司他们用的是儿童的，都是用的高端的，但是这个价格肯定要贵。今中国のメガネ工場からいっぱい注目してる。いっぱい。现在这硅胶的，我们现在是有多少人家要多少。一般的に硬い、柔らかい、シリコンだ。あと子供用だと右左つながってるわ。シリコン。中国的丹阳温州也有产，也有产，但是这种就要比它贵几十倍的价格。七八倍吧。七八倍。これ見ただけで高いっていうの分かる。この機械だけでも3300万円。ソディック、对。ソディック。日本的品牌。日本的。チャーゴン、チャーゴン中心。矿啊，这东西都是在日本生产的。こういうもの加工してる。ここ。就是拐角这块。ここ、この、ここを切ったり、ロスしたり。对，ロス。あ、これか。これ。これちょっと違うんですけど。这个是这边做的。これは半導体やる機械。これの機械。とても精密や。1000万。これはルベンだ。日本。ルベンだ、ルベンだ。こっちは五軸。こういうふうに。こういうふうに。今ちょっとまだソフトウェアが間違った。一般で4代目。今ちょっとこれ動かさない。那如果我到这边来工作的话，需要学多久？我需要学多久才能上手？ああ、もう2年ぐらいじゃないかこれ。問題はこれよりも。あのデータを入れること、加工のこういう動き、これは後で見えるけど大変や。これこういうの、ちょっと油置いて、こういうの。これガンモ。对，然后他用它去热处理。对，就是说这个眼镜厂实际上它是可以制作这种模具型眼镜，它制作不了注塑型眼镜。もちろん全部できる。都可以。何でもできる。都可以。これ5000万する。5000万円。这个大概机器设备要5000万。これ一番精密や。でもこれも私の哲学やわ、フィロソフィーよ、はい、みんな社長になるとお金いっぱいになると、あああれ車買った家大きいする、私は全部こっちに持ってってる。これ250トン、2台。これもう1000万円する。このプレスは間っていうけど、これ有名や、トヨタが使うプレス。これがあると信用がある。1年以上かかる、注文したの。2年半やもん。あの人はもう有名な人、あの人有名な人、機械も全部作る。69、あの人は全部作る、機械も、機械も作る。あの人は有名な会社の技術者やってる。だからあの人の今作った機械が上にあるよ、いっぱい。これ2000万する。200万。它在里面就是做这个，那个弯儿，这个就是鼻托吗？那个。对，里面那东西。啊，これ一回要全部自分で作るか。これも全部自分で。これも全部自分で、全部自分で。当然自己设计的。啊，就是这个机器是员工自己设计的。对对对。就是下面的那个高工。对对对。啊，这好厉害！这里边有塑料的那种。啊啊啊！然后把这个，它这。
做出以后都有稍微稍微小毛刺，把这毛刺打掉，做一个筛选的工作，因为以前也遇过各种各样的情况，我给你歇着，那是不嘛？有石头也有塑料，就是这个是自己去发现的，我用什么样的石头或者什么样的材料去研磨它才会更好，这个还是经验的积累，经验的积累，这是抛光的，我这在哪里来着？这个是那个剪面孔的抛光啊，这么几乎的，这全是自己的，全部是自己做的设备，世界上这种一样的东西没有啊。아그래도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 그